はい、皆さん、こんにちは、ふうです。えー、昨日、息子と騒ぎすぎて足を負傷しました。<laughs> と言っても、おそらく筋肉痛というか、まあ、なんでしょう。ムチ打ちみたいな、ちょっと、関節のところなので痛くて、まあ、そんな感じで、ほ、まあ、いらない報告なんですが、えー、本日のこちらの動画では、 まあえー、いろんなど、えー、動画の方でもお知らせしているんですが、えー、ただいまお盆休みに入りましてと言っても私自身はまだ明日までお仕事があるので、えー、出勤するんですけども、えー、ちょっと帰省したりちょっと家族で出かけたりすることもあって、えー、発送の方、えー、企画品の発送 や、えー、友知系や、えー、トレード品の発送がですね、大変申し訳ないんですけども、えー、お盆明け以降の発送となってしまう予定です。えー、で、えー、ご理解をいただきまして、皆様には本当にお待ちいただいている状態ですので、この場を借りまして、改めて、えー、ご理解、えー、ご了承いただき、本当にありがとうございます。あの、なるべく早くですね、お盆が明けたら、えー、随時、 発送させていただきたいと思いますので、企画品などお待ちいただければと思います。あとですね、とも、今回のともつき交換から、えー、初めての方に限り、えー、先送りか、えー、同時発送の方をお願いしております。えー、先送りさせていただきますと言っていただいた方はですね、えー、こちらの手元に届いて、えー、動画の方で上げさせていただいてからの、 え、こちらからの発送となりますので、えー、よろしくお願いします。もしできれば一応発送いただきましたらご連絡いただけると、えー、大体の到着の目安とかも、えー、頭に入れておけるので、よろしくお願いします。そうですね、えー、プリパラアイカツも一応お盆明けから、えー、本格的、 スタートですね診断に関してはしていく予定なのではい友知家とかもですね、まあ、サードライブのものとかあとは、まあ、え今回希望のコーデの方を聞いていますのでえそちらでお作りできたらいいかなと思っています。あとですねえ本当に皆様にご視聴していただきまして、えー 今現在で、えー、登録者様数がですね、80名様を超えました。本当にありがとうございます。えー、そうですね、企画としては、まあ、100名様を超えて、まあ、再生回数もで1ね、まあ、2万回を、まあ、どちらがちょっと先に達成できるかわからないんですけども、えー、どちらか先に、えー、目標の数字に行ったら、 あのまた新たな企画をさせていただきたいと思っておりますので、えー、もしチャンネル登録がまだな方、えー、ぜひぜひ、えー、こんな動画ですけどもチャンネル登録していただけたら嬉しいですはい、えー、そうですね皆さんお盆時期に入って、えー、帰省されている方とかもいらっしゃると思いますけど、えー、暑い日がまだまだ続きますので、えー、お体の方十分気をつけて あの、素敵なお休みを過ごしていただきたいと思います。はい、それではですね、まとまらない動画ですが、最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。